唐辛子 TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。今回は2017年札幌雪まつり、雪まつりの会場では北海道食の台所という北海道グルメを中心にやっている特設会場がありました。こちらでラーメン横丁のラーメンがいただけるということで食べてみました。こちらのラーメンなんと500円。会場の雰囲気はこんな感じになっていて、立って食べるカウンターやテーブルと椅子などの席が何席かずつありました。チャーシューも美味しそうです。じゃあラーメンいただきたいと思います。すんごいうまそうだねこれね。まずはスープからいただきます。あ、唐辛子がうまい。さすがに今の感想はありえないので、もう一回最初からやり直して。あ、これ味噌ラーメン、うん、うまっ。この黄色いこの典型的な札幌ラーメンみたいな麺がいいね。うん、うまい。でもうまいし。寒い雪まつり会場で出来たての熱々ラーメンが冷える体を芯から温めてくれてものすごく美味しかったです。こちらがコンビニで買った缶の日本酒大吟醸。こちらとラーメンの相性がバッチリで、ラーメンがものすごくよく進みます。あーうまい。これあったかいスープにこの大吟醸がすごいよく合うわ。もやしとかもいいけどバターとかが入ったらもっと美味しいかもしれない。贅沢なことを言っておりますが、味噌ラーメンということでもやしなどの野菜がたっぷり入っていて、500円のラーメンとは思えないぐらいの野菜の量でシャキシャキで美味しかったです。うまい。もちろんメンマもちゃんと入っていました。でちょっと綺麗じゃないかもしれませんが、麺を混ぜてスープと絡めて麺をいただきます。スープと麺がよく絡んでて最高に美味しいです。大きなチャーシューも入っておりました。このあと酔った体にラーメンの麺の炭水化物がすごいよく合います。そしてこの冷えた体には温かいスープ、この組み合わせでどんどん進んでしまいました。あったおさらだ。この500円安いんじゃないか。あー食った。ものすごい寒い中で食べた熱々ラーメン、すごく美味しかったです。どうもごちそうさまでした。